こんにちは、レイセンです。今日は1月29日水曜日になります。絶食654日目、天気は晴れ。今日いい天気だね、なんか心地いいね。雨上がりのちょっと湿気のこもったっていうか入った爽やかな感じだね。で、睡眠時間は今のところ9時間、ちょっと寝すぎだね。で、現在時刻は正午12時ってところです。で、まあ、これからフレッシュジュース作って、でシャワー浴びて神棚やったら買い出しっていうか、みかんだね、 EM みかんをちょっと買いに行ってくるってとこです。そしたら、絶食654日目始めていきます。今からフレッシュジュース作っていきます。で、この2個だね、この2個だけちょっと腐ってるもんで、まあ上半分だけ落として、で使おうかなと思ってます。なんで、まあ実質あとこっち8個なんで、まあ実質9個ってとこかなですね。まあとりあえずこれ切って、で入れて回してって感じでやっていきます。ちょっと全部はさすがに入らんもんで、2回に分けようと思います。これ回らないね、5秒ぐらいで止まっちゃうね。多分歯に皮がくっついてるんだと思うけど、でこの中に活性液大さじ1杯、で塩抜きます。は 1g、 できたの750ってとこだね。そしたらこれ飲んでいきます。水入れていきます。神社の井戸水を300で、活性液を大さじ1杯、で抜き回す 1g、したらこれ飲んでいきます。そしたら EM のみかんだね、今から買いに行ってきます。今帰ってきました。みかんだね、 EM のみかんを20キロ買って、で1回家に帰ってきて、その後すぐにドリンクだね、果物ジュースと有機豆乳、あとこれ1本と特の1本、1パックだね、買ってきてます。でその時にね、これコーダ商店さんの黒ごまアーモンドきな粉ってやつだね、黒ごまアーモンドきな粉、これが150g だね。150g で300円ぐらいだったかな。で、原材料名は大豆、かっこ北海道産。で、遺伝子組み換えでない。あと、黒ごまとアーモンドってところです。まあ、
きな粉と黒ごまとアーモンドを粉末にしたやつだね。これまあたまたま見つけちゃったもんで、で試したことないから、まあちょっと使ってみようかなっていうとこです。中こんな感じだね。こんな感じ。まあ大半きな粉だな。うん。で、まあ黒ごま入ってるのはわかるけど、アーモンドが入ってるような感じがあんまりわかんないっていうね。うん。まあ匂いでちょっとアーモンド入ってるなっていうところですかね。これちょっと使ってみる。まあお腹の膨れ具合とか、肌の具合とか、まあそういうのはわかると思うんで。で、ドリンク。これ1。これ1を250。とりあえずこれ1で試してみようかな。味をね。まあ、一通り他のやつでも試してみて、まあどんな感じなのかっていうね。それを見ようと思うんで。で、有機豆乳を250。あ、ちょうどだな。まあちょっと多いように見えるのは泡だね。泡。で、ここに黒ごま、きな粉。黒ごま、きな粉を大さじ1杯。大さじ1杯。うん。香りは、まあ、ほぼほぼきな粉だな、うん。で、これ入れてから、活性液だね。活性液を大さじ1杯。入れて、で、ヌチマースを 1g、まあ、こんな感じだね。で、味の方はまあそう見るまでもないけどな、見るまでもないか、なんだろう、味は微妙だな。なんかすごく微妙だな。なんだろう、この酸味かな。酸味はでも活性液だと思う。なんだろうな、これなんかちょっと酸っぱい感じ。いつもの活性液入れたコレイチトーヤよりもなんか酸っぱい感じっていうのかな。そう、別になんか美味しいって感じじゃないな。なんだろうな、アーモンドが影響してんのかな。なんかそう美味しいって感じじゃないけど、まあとりあえず飲めないわけじゃないもんで、まあとりあえずこれちょっと試してみようかなっていうところです。次入れていきます。オレンジを300で、有機豆乳を200活性液大さじ1杯で、塩のうちマースを 1g したら、これ飲んでいきます。あ、しまった、黒ごまアーモンドきな粉入れなきゃ。で、黒ごまアーモンドきな粉を大さじ1杯したら、これ飲んでいきます。次入れていきます。これ1を250と、特濃ですね。キッコーマンの特濃を250で、活性液大さじ1杯。まあ風呂上がって、で一応頭には活性液だね、活性液塗ってあるってところです。で、ぬちマースを 1g したら、これ飲んでいきます。
はい、次入れていきます。これ一応250で、特納を250で、活性器大さじ1杯で、ヌチマースを 1g したら、これ飲んでいきます。で次入れていきます。フルーツミックスを300。まあお腹はいっぱいなんだけどね。有機豆乳200で、カス黒ごまアーモンドきな粉を大さじ1杯で、活性液大さじ1杯で、ヌチマースを 1g したら、これ飲んでいきます。で次入れていきます。オレンジを300と、有機豆乳を200で、黒ごま、きな粉を大さじ1杯で、活性液大さじ1杯ヌチマースを 1g そしたら、これ飲んでいきます。で次入れていきます。これ1を250、もうお腹いっぱいなんだけどね。で、特納を250で、黒ごまアーモンドきな粉を大さじ1杯で、活性液大さじ1杯で、ヌチマース 1g したら、これ飲んでいきます。で次入れていきます。オレンジを300で、有機豆乳を200で、活性液大さじ1杯で、ヌチマースを 1g したら、これ飲んでいきます。で次入れていきます。フルーツミックスを300と、有機豆乳を200で、活性液大さじ1杯ヌチマースを 1g したら、これ飲んでいきます。おはようございます。今午前10時40分ですね。そしたら今日もウイロウリ2回やってから体重測定入っていきます。ウエスト測っていきます。正面と側面と背中、70.5だね増えてますね。
血圧測っていきます。119-84 です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。睡眠時間は9時間ほどとっています。午前1時半から10時半までの9時間ってとこです。ウォーキングとウェイトトレーニングは今日もなしです。日中の室内温度午前11時40分頃計測で20度、湿度は 42% でした。飲んだもの、野菜ジュースが 1000ml で、野菜汁は0ですね。で、豆乳が 2000ml で、果物ジュースは900で、果汁、これがみかん4個使ってて 750ml で、水は300になります。で、合計が 4950ml で、水300のため実質は4650ですね。なので今日は 4.7 リッター絶食です。 4.7、 まあ昨日 6.5 なんで、まあだいちょっと割と減りましたね今日、うん。で、黒ごまアーモンドきな粉っていうのを今日使ってます。まあ初めて使うね。まあ使った感じ、まあ味はいまいちだけどな。で、この黒ごまアーモンドきな粉が大さじ5杯。5杯ね。で、活性液は大さじ11杯。で、塩ぬちマースは 11g 取っています。で、尿回数16回出てて、濃さは薄め、あと完全無色。量は平均的な量から少ない時がありました。大便は0回です。今日は出てません。おなら時々ありで、匂いは少し臭いってとこです。やっぱ夜たくさん飲むもんで、夜出るおならはちょっと臭いね。で、今日計測時刻は午前11時頃に計測しています。昨日よりも10分ほど早い。まあ同じ時間に測ってるって見方でいいでしょう。体重 61.15kg、 昨日に比べて 0.15kg の増加です。まあちょこっとだけ増えてるかなってとこですね。で、 BMI は 19.3 で変化なし。体脂肪率は 12.9% で、これも変化なしです。まあなんで今日はまあ体重も体脂肪率もほとんど変わらないよっていう見方でいいと思います。血圧119-84、最高血圧-1、最低血圧+8。まあ血圧はまあこれだったらそう変わらないっていう見方でいいと思います。脈拍73で+1、ウエスト 70.5cm で 1cm の増加です。ウエストだけなんかちょっと膨らんでるんだけど、まあ測り方もあるしな。ただまあちょっと、ちょっとウエストも大きくなってるような気がします。まあ全体的に、まあ数字は今日は変わってないんだけどね。でもまあやっぱまあ今日は黒ごまもの きな粉取ってるんで、あれももしかしたら影響してる可能性はありますね。で、今日の気づき、まあ別に特に気づきっていう気づきもないんだけど、まあさっきのこの黒ごまアーモンドきな粉、味はまあいまいちだな。味いまいちで、アーモンドの感じはあんまりしない。まあほぼほぼきな粉だけど、まあ黒ごま入ってる感じはあるってとこですかね。あんまりわかんないけどね。ただきな粉の味とはちょっとだいぶ違うもんで、まあ入ってるんだろうなと思うけど、味がいまいちなんだわ。これだったら普通にきな粉を入れた方が美味しいなっていう、そんな感じだね。ただまあ栄養面とかにおいて、もしかしたらプラスになるところがあるかもしれない。栄養とか肌の面においてね。まあきな粉は散々試したし、あときな粉だけだと割とお腹がね、お腹の調子が悪くなったりしてたもんで、悪くなったりっていうか、ゴロゴロいって、で、臭いおならが連発するようになっちゃうっていうのかな。まあ、そういうのがあったもんで。で、今日、まあ、大さじ5杯取った限りだと、そういうのがないんだよね、今のとこね。もしかしたらこっちの方が、まあ、お腹にはいいかもしれないっていうとこです。味は美味しくないけど。味美味しくない。あと、値段も、ちょっと高めだね、これ。150g で300円だもんで。で、普通にきな粉のやつ、スタイル1で買ったやつがあれ、確か 130g で100円だったからね。まあ3倍までいかないけど、まあそのぐらいちょっと高めってとこですね。で、味も悪い。味もなんかいまいちっていう感じ、美味しくないっていうか。まあ、味とかお腹膨らませるんだったらきな粉の方がいいな。値段も安いしっていうとこだね。
一応まあ、買った分ある分 150g は試してみるってとこです。実際まあ使ってみてお腹の膨れ具合はねあるだから膨れるもんで、それで多少減らせるのはあるかなと思った、うん、だから使えないことはないかな。あ、ただ味が美味しくないよって、こんなとこで今朝まあ朝起きて顔を見た時の顔の状態はそう悪くはなかったもんで、まあもしかしたらあの栄養面でね、まあ、プラスに働いてる部分があるかもしれない。まあ肌とかね、もしかしたらね、うん、まあそれぐらいかな。まあそんなとこですね。まあ正直いらないっちゃいらないと思うけどな、うん、まあ最終的にはなくすと思うけど、ただね、ああいうナッツとかと、まあ大豆とかそうなんだけど、豆類とかそうなんだけど、まあ、飲み物ばっか取ってるとね、なんかそういうの欲しくなるんだよね。ナッツ類っていうのかな、ナッツ類をなんか食べたくなるっていうのかな、そういうのがあるんだわ。だけど食べると実験にならないもんで食べずにその満たすっていうね、満たすその手段っていうか、それを探す必要があるんだけど、まあそれが粉末ってとこだね。ちょうどでたまたま見つけた、元気でね、たまたま見つけて、あ、これアーモンド入ってるじゃん。で、まあ、きな粉も入ってるから大豆取れるよね。で、黒ごま。まあ、いいんじゃないかなっていうところで。最初ね、ナッツのやつを袋ごと買って、それを粉末にしようかなとも考えたんだよね。粉末にしちゃって入れてもいいかなって、もそれ食べてるみたいなもんだしな、とか思って、なかなかちょっとやる気にならなかったんだけど、まあ、商品としてああいう風にまあ出来上がってるもんだったらまだ OK かなってとこです、うん、そうアーモンドはねあんまり入ってる感じもしないしね。できな粉はまあ今までも実験で試してるし、まあきな粉は問題ないし、黒ごまも問題ないわな。でアーモンドもまあそうまあ刺して入ってる感じもないもんで、まあ本当に香り付けぐらい程度かなってとこですね。まあこれなら、まあギリギリいいかなってとこです。まあそう頻繁に取るつもりもないし、あと実験っていうのもあったもんで、今までまあ試してないもんで、一応試してみるってとこですね。何か発見があるかもしれないっていう、まあその辺もあって買ってる。だからまあ今後やるときにね、まあ人に勧めるときもそうだけど、無理やりまあドリンクだけビシッてやってやるよりも、ああいう風になんか体が欲した時はナッツとかそういうのも取った方がいいかもしれない。肌とかそういった面の健康面っていうのかな、肌とかの健康面においてね、つまり若返りにおいてそういうのが必要っていう可能性があるわけだ、うん、だけどもし本当は必要なのに、それをなんかドリンクだけにするからって言ってピシャってやめちゃうと、結局不老不死メソッドが進まない可能性が出てきちゃうもんで、それは良くないんだよね。それ意味がないっていうか本末転倒っていうか、まあ絶食っていうことでなるべく、まあ、ドリンクにはするんだけど、一番大事なのは不老不死を実現させるっていうここだもんで、ここが一番大事なんだわ。だそこをまあ勘違いしちゃうとまずいってとこだね。なので、その不老不死を実現させるために必要だと思ったものは、積極的に取り入れるっていうか、まあ、なるべく絶食という形を保ちつつね。まあ、グレーゾーンだけどな。グレーゾーンだけど、まあ、ドリンクにきな粉を入れるとか、黒ごま入れるっていうのは、割と普通のことだもんで、まあ、それは大丈夫でしょう。で商品として黒ごまアーモンドきな粉っていうものがまあ売られてるっていう、それはドリンクに入れてもいいものだもんで、まあ、それ用に作られてるものだし、まあ大丈夫でしょうってとこだね。まあそんな感じで、なんかね、無性にナッツのものが欲しくなる時っていうのが出てくるから、そういう時はもしかしたら栄養面において体が何かを求めてるのかもしれないっていうとこですね。そういう場合は与えてあげた方がまあおそらくいいだろうってとこです、まあそんな感じですね。でもまあ、ババジーとか、まあ、ラムさんも言ってるけど、全然何も取らなくっても大丈夫な体、もともとはね体、そういう外部から栄養を摂取しなくても
そのホルモンだね、ホルモンの方で全部栄養面を賄えるっていうふうに言ってるもんで、つまり最終的には別にそういうものもいらないわけなんだけどね。だけど今現状においてはまあ、取った方がいい場合もあるもんで、まあ、いろいろ試行錯誤していくってとこです。まあ試してみることによって気づきが得られたらそれは大きいもんで、まあ、そんな感じですね。まあ、そんな感じで、いろいろ、まあ、今後、黒ごまアーモンドきな粉 150g、まあ、試してみるってとこです。うん、で、不老不死メソッドに使えそうだったら、まあ、今後も継続して使うかもしれないけど、うん、まあ、きな粉も一時期使ってて、パタッとやめてから欲しいとも思わなくなったもんで、まあ、そう、どうしても必要なものっていう感じではないのかもしれないけど、ここ最近はね、なんか、まあ、大豆じゃなくきな粉が欲しいわけじゃなくてナッツだな、ナッツが欲しいな。ナッツの中のビタミンとかそういうのがちょっと体が欲しがってるっていう可能性がある、うん、だもんで、まあ、この辺もメソッドの中に加えた方がいいかもしれないね、もしかしたら。で一応まあ黒ごまアーモンドきな粉取ったら割と落ち着いたもんで、うん、落ち着かなかったらもっと他のナッツも考えた方がいいかもしれないね。粉末にして取るっていうね、これは必要なことかもしれないから、うん、なんかまあ絶食なるべく、まあ、ドリンクでやるんだけど、まあ、ドリンクに入れるようなものは OK っていうことで、うん、ナッツのビタミンそういったものが必要かもしれないもんで、まあ、不老不死メソッドっていうかねにおいてね、今後も体が求めたら取るっていう形はここはまあ外さないようにしようかなと思ってます。まあそれぐらいだね、うん、まあほぼほぼドリンクのみでやれてるもんで、まあ十分合格っていうか OK かなってとこです、私の中ではね、うん、まあバカみたいに、ね、体が求めたものを無視してやるって言ってお釈迦にしちゃうよりはね、うん、まあ利口な判断っていうか選択だと思うから、まあ、そんな感じですね。明日はまだみかんがね農薬をたくさん使ってるだろうみかんが5個あるもんで、それでまずフレッシュジュース使って、まあ、作って飲んで、で EM のみかんは今神棚にお供えしてあるんだけど、まあそれおろせるもんで夜だね、夜もしかしたら EM のみかんで作るかもしれない、夜ないし明後日だね、明後日の朝っていう形になると思います。まあ20キロ買っちゃったもんで20キロだもんで、まあ割とたくさん使っていかないとね、さばけないっていうか、まあ腐らせちゃったらもったいないから、なんで今後ちょっとみかん多めでフレッシュジュースたくさん飲んで、やっぱフレッシュジュース飲むとお腹膨れるからね、うん、なんで飲む量は全体的には減らせると思うし、ビタミンも取れるから、なんか若返りにはプラスに働くと思うし、なんか不老不死メソッド、若返り、まあ、その点においてはいいんじゃないかなってとこです。まあいろいろ試していきます。まあそんな感じですね。そしたら、絶食654日目完了です。それではまた明日。